はい、皆さんこんばんは、こんにちは。私はこの会を主催している牧野と申します。よろしくお願いします。今日はたくさんの国地域から皆さんお越しいただいてます。では一体多数のちょっとセミナーがこれから30分ぐらい続いてしまいますが、それではティタンさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、お元気ですか？日本語学習者応援雑誌アルジャパニスの編集長も務めさせていただきました、インドネシアのティタンです。よろしくお願いいたします。それでは早速始めさせていただきます。はい、いきなりですが、皆さん、日本語学習者にとって簡単なオノマトペは何でしょう？チャットボックスへ記入してください。あ、はい、ニコニコですね。はい、他にはありますか？ドキドキ。そうですね、ドキドキ。ワクワク、私はそう思います。キラキラ。ああ、キラキラ。はい、キラキラ。ザーザー。はい、次は、日本語学習者にとって難しいオノマトペは何でしょうか？チャットボックスに記入してください。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ。そうですね。説明しにくいですね。はい。そうね、ズキズキとヒリヒリの違いは何ですか？先生、教えてください。あ、ごめん、ちょっと忙しいからまた今度教えるねなんて言ってね、裏で調べてまた教えるみたいなことあったりなかったりしますよね。アリシャさん、わからないオノマトペはありますか？キリキリ。キリキリ？キリキリ、キリキリは分かりません。はい、でもオノマトペって言葉で説明するのは難しいですよね。 SNS オノマトペチャレンジなら動画や画像で楽しくオノマトペの学習ができます。ではどんな内容があるのかな、見てみましょう。チャレンジ開催中、みんなで作るオノマトペ午前後視点 YouTube メディア。最初はこれです。一緒に見てみましょう。はい、次はこれです。どうでしょうか？動画だと分かりやすいですよね。学生も見るのが楽しいです。自分の作品が視点にもなります。他の学生の役にも立てます。それでは、この教案と効能については、インドネシアディポノゴロ大学、三崎先生、講演をどうぞよろしくお願いいたします。はい。はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ね、定番の挨拶になりましたよね。はい、皆さん、今日はどうもありがとうございます。はい、今日はですね、SNS を活用した日本語教育の実践と社会教育についてお話をしたいと思います。で、これは私の経験からもちょっとお話しさせていただこうと思っています。
で、今日お話しすることは、1番目、パンデミック前とパンデミック中の日本語教育の問題点、それから日本語教育の、ちょっと待ってくださいね。はい、日本語教育の変化。それからですね、2番目、教師ができることはどんなことかということと、それから、3番目、どこでする日本語アウトプット。ね、学生さんたち、学習者さんたちのアウトプットの話です。それから、受け身学習から自立学習と、活動授業へということと、それから5番目、日本語学習者応援プロジェクトの紹介ですね。私たちのプロジェクトです。それから最後にインターンシップについてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。まず、パンデミック前の問題と解決ですね。日本での教育、日本での日本語教育とちょっと私の場合、インドネシアなので、違うんですが、問題点は学生のやる気とモチベーション。多分これは全世界一緒かなと思うんですけれども、ね、モチベーションが下がってしまったりする学生もいますよね。日本語が難しいとなるとね。その時にどういうふうにサポートするのかっていうね、そういう問題点。それから日本語を使う場を作る。これはもう海外ならではの問題点ですね。このアウトプット、学生たちのアウトプットをどのようにするか。で、先生が日本人であっても、やっぱりこう、1対1というかね、日本人の先生が1人だと、やっぱりアウトプットも限られてしまうので、何かどこかで場を作らないといけない。ね、で、日本語を作る場を作るということがすごく課題になっていました。それから受け身学習から自立学習へ。これはですね、パンデミック前に結構盛んに行われていまして、普通の授業ではなくて、やはりこう活動をして、こう日本語を習得するというかね、そういう感じで、どうしたらいいんだろうということでね、問題点がありました。で、解決法はですね、日本語を使う場を作るという面においては、私たちの大学の場合は、日本から来る留学生、それからボランティア、日本のボランティアの方との交流、それから国際交流基金の方との交流ですね。そういったことで何とか解決していきました。で、活動型、それから自立学習を促進させるようなテキストの使用、これもやっぱり国際交流基金の方の協力を得まして、で、現在丸ごと、それから彩りを使って授業をしております。で、そこでなんとなく問題点が解決したかなと思いきや、やっぱり次に来たのがあれですよね、パンデミックですよね。もうさらに大変になりましたね。やっとなんとなく方向性がつかめたかなって時にパンデミックで、問題点がまたやっぱりさらにプラス2つということで、今までやったこともやっぱりもう振り出しに戻ってしまう状態、それからオンラインでどうやって効果的に学生に教えたらいいか、これはもう本当に教師頭が痛くて、私も毎日こうパソコンの前でこの絵のような感じでね、もう頭痛いなってやってました。で、あとはインターネットの問題ですね。多分先進国の方は割とそこでそんなに難しくなかったかもしれませんが、やっぱりこうインドネシアとかになると田舎の方に行くとね、インターネットがつながりませんということで、いろいろな問題が起こりました。で、今はどうかというと、今だんだんこうオフライン授業になってきてます。対面授業になってきてますけれども、この2年間でですね、学生たちがこう SNS を普通に使うようになった、ね、いろいろなこう日本語学習 の、 その資料になるようなものも全部 SNS を使って引き出して、で、自分で SNS をこう発信させていろんなことをやっているという感じでした。で、教師の方もですね、やっぱりこう2年間で Zoom の使い方とかいろんなこと慣れてきましたよね。で、それでですね、この SNS を使った自立学習、これもだんだんこういろんな情報が流れるようになってきましたけれども、そうですね、これも学生たちだけじゃなくて、やはり先生たちもこう協力していかなきゃいけないという場面がいくつか出てきますよね。で、やっぱり学生たちだけじゃなくて、教師もやっぱりアクションを起こさなきゃいけないと。
ね、あのやっぱりあの教師がこう先頭に立ってこう学生にねちょっとあのちょっとリードして教えてあげていかなきゃいけないなと私は思いました。で、このパンデミックになった時ですね、あのやっぱりこう私も困りました。どうやって教えようかな、ね、で、その時にちょうどですねいろいろなこうオンライン の, そのイベントとかね、あのやっぱり交流会とかたくさんありましたよね、2年間ね。で、あのこのオンラインでね、こう新たな出会い、あの本当にいろんな先生に出会ったという感じでした。で、多分あの日本人の先生も、それから海外 の, あの外国人の先生、日本語の先生たちも、多分あのこういう情報交流会とか情報交換会とか、いろんなものに参加したと思います。で、あのこの日本語教師の交流会というのはやっぱりこう積極的に参加するといいなと思ったのは、やはり教材自分だけ自分一人で考えてもやっぱりこう何て言うんですかね、煮詰まっちゃって なかなかアイデア出てこないってことありませんかね。あのそういう時にやっぱりこうあのどこかでこう日本語教師の人とつながっているとやっぱりこういろんなアイデアをもらえる、面白い教材をこう教材のアイデアをもらえる、それから教え方をシェアできるという面で、やっぱりこうつながっていたらこうプラスの 面が多かったと思います。で、私の場合ですね、あのこう、まあ、いろんな人と積極的に知り合ったんですけれども、あのお互いこう招待し合ってですね、世界の日本語教師 の授業にあの参加させてもらったりとか、参加していただいたりとかしました。ね、で、あのこういうふうにすると、やっぱりこうあの世界でどんなふうにあの日本語が教えられてるのかっていうのがすごくよく見えてきます。で、自分が今までやらなかったことをやっぱり他の先生がしてると勉強になりますよね。で、やっぱりここで世界に仲間ができるっていうのは素晴らしいなと思いました。で、やっぱりここでね、あの例えば私はインドネシアに住んでますけど、インドネシアの先生たちだけじゃなくて他の国の人と知り合うともっといろんなことが知れるというね、そういうなんかいい面がありますね。で、あのやっぱり人間関係は一番大切かなというふうにあのすごく感じました。はい。で、ですね、私の授業というのは大体活動中心なんです。実はインドネシアのその私の今仕事している大学っていうのが2つ日本語学科がありまして、1つは活動中心、もう卒業したら即戦力にならなきゃいけない。で、もう1つの方があのやっぱり文学とかね、普通にあの学ぶその日本語学科なんですけれども、私はそちら の活動型の方にあの所属してまして、そこで教えております。で、やっぱりこうみんなの生活の一部になって SNS でこう教育していくといろいろないい面があるなというのは最近気づいたところです。で、いい面ってどんな面かというと、やっぱりあの遠くにいてもこう誰かと知り合える、はい、それからあのこうなんですかね、今までやっぱりこうお金をかけて外国に行かないと外国の人に知り合えないんですね。外国の日本語学習者なんてもっと知り合えないですよね、はい、でもこの SNS の活動で遠くにいてもね、日本語学習者に知り合える、日本語の先生、世界の日本語の先生に知り合える、ね、あのここで私あのアクティブに日本語かあの人間関係をちょっと作ってみました。で、あのやっぱり自分の国だけだとこう何ですかね、あのアイデアもここまでっていう感じなんですけれども、世界の人とつながるともっとこうあの広いあのいろんなアイデアがあのこうを知ることができるとかね、そういう感じで私はすごく良かったと思っています。で、やっぱり情報を集めることができるっていうのもあのすごいあの魅力のあるところですね。それから情報を発信してシェアをすることができる。例えば私がもらった情報をあの誰かにね、誰か困ってる人にこうシェアをして一緒にやっていこうという感じでね、助け合ってやっていく、ね、こういう感じでやっていく活動っていうのはすごくね、あの勉強になると思います。あの先生たちもね、勉強になると思います、うん、ただあのちょっと気をつけないと、グループちょっと間違えちゃうと、まあ、いろいろなリスクはあるので気をつけなきゃいけないですね、はい、でもまあ稀ですけどね、はい。で、ここでですね、学生はどこでアウトプットするのということになりますよね。これはもう先生が、まず先生がどんなサポートをするかによります。で、学生でね、こうアクティブな人 で私あの自分でやりますっていうね学生がいたら、これは素晴らしいことです。
ね、でも大体の学生はね、もう受け身授業に慣れちゃってるっていう部分もあるんですけど、自分からなかなか行動を起こそうとしない学生の方が私の、見た限りではちょっと多いんですね。なので教師がちょっとリードを取って情報提供してあげるという感じでね、教師がサポートする。で、私がやったことはこの5つですね。複数の日本語教師の方々を授業に招待して交流会しました。ね、多分ね、司会のティタンさんとかもね、経験したと思いますけれども、はい、これはもう教師がね、積極的につながりを持つことですね。で、そこで知り合った人にこうお願いして、招待して交流会に出てもらう。うん、その逆もあります。ね、私のところでやるから来てねって言われたら私も行きます。もちろんね。はい。それから日本の大学生を授業に招待して交流会。これもですね、これもですね、結構ね、つながるんですよね。日本語教師になりたいっていう大学生が日本語教師のこうリンクに入ってたりするんですよ。そういう人にこう声をかけてでお願いして。それでこう元気な、ね、大学生の方に来てもらって同年齢 の, その大学生 の,、ね、方とこうなんですかね、積極的に会話してもらう感じでね、まあ、これは日本語教師と大学生ってちょっとこう話の内容とかね、話し方も違ってきますよね。大学生同じ年齢だとやっぱり友達言葉も使えますし、情報交換もね、アニメのこととか、ね、楽しいことね、自由に会話できますよね。で、日本語教師の方と一緒にやるとやっぱり皆さん大人ですから、こういろんな質問をしていく、ね、こう学生たちがいろんなことを質問していく、そういう感じの、クラスになりますね、はい、なのでちょっと違いますね。日本語教師がの方に来てもらうと、それから大学生の方に来てもらうとね、はい、それから多国籍日本語交流会に参加、はい、これはですね、これの面白いところは、いろんな国籍の方が参加します。でも共通は日本語なので、はい、これね、皆さん同じ日本語学習者の交流会なので、面白いです、ね、これ学生さんにぜひねやってもらったらいいなと思います、はい、で次ですけども、 SNS で配信されているセミナーやワークショップに参加ね、これもやっぱり学習者さんにね、情報提供をして、いろんな面白いセミナーとかワークショップはね、いろんなこう自分も一緒にやるっていう感じですので、楽しいと思います。で、私が最近やったのはあれですね、紙芝居、プロの紙芝居師さんに来てもらってワークショップしました。もうこれねすごいです。日本語力もそうですけど、日本の表現力もすごくね、こうアウトプットできたという感じで、学生さんたちも満足していました。で、はい、SNS で配信されているコンテストに参加、これも面白いですよ、はい、これね、どうやって参加したかというと、私ね、実はクラスでオノマトペをねちょっと教えたりとかねして、やったりとかしたんですけども、そういう時ね、こうコンテストとかちょうどあったりとかしてよかったんですね。で、ここでね、自分のキャラクターが活かせるアウトプットができる、これ楽しいです、すごく、ね、受け身系よりもこう活動系ですね。もう受け身でクラス受けるのもね、まあ、いいんですけれども、これをね、いかに活動に持っていくか、アウトプットに持っていくか、やってみるってことが大事です。で、やっぱり言葉っていうのはね、使ってみないと、使わないとこう成長しないっていうのがありますので、ここですね、まあ、以前はこう学生に説明をして分かりましたかって言うと、大体学習者さんは分かりましたって言うんですかね。まあ、インドネシア特にね、先生に分かりませんって言えない学生が多いですね。で、そこで分かりましたって言って、そうですか、じゃあやってみてください。これ、ここで終わってしまうとね、実は学生授業のノートね、せっかく書いたのに全然使わなくて、全然忘れちゃってます。次の週にはね。この間もちょっとやってみたんですけれども、ね、次の週にはもう忘れる、ね、そこで先生がね、じゃあやってみましょう、何かこうアウトプットするね、何かこうじゃあやってみましょうっていうことで、何かをこう提示することによって学生たちが動く、ね、そして考える、ね、こういう行動が出てきます。
ね、あのここでねやってみましょうって言っていろんなことを提示してやらない学生まずいないです、ね、はい。で私の場合はですねここです。日本語学習者応援プロジェクトが主催 していたオノマトペコンテスト、ね、あの私たち あのプロジェクトですけれどもオノマトペコンテストに全員参加させました、ね、実はちょうどいい具合にあのタイミングでオノマトペを教えていたんですね。でオノマトペ先ほどあの皆さんにチャットにこう入れてもらったんですけど簡単なものもあれば難しいものもありますよね。教えるときにどうしようっていうねあのそういうものもありますよね。それでですね、まあ、いろいろと教えてじゃあ、自分たちでねこう好きなオノマトペをね、じゃあアウトプットしてみようということでやってみました。で、以前だとねアウトプットは授業中のテキストの練習だけです、ね、練習でやってそれでじゃあ授業終わる頃にね使ってみてください ね外で使ってみてくださいねって声かけするんですね。そうするとはーいなんて言ってるんですけどほとんどの学生はまあ試みないっていうことが多いです。で私の周りではできるねあの簡単に言えるオノマトペはドキドキです、ね、試験の前、ね、私の試験は面接試験なのであの試験の前ね先生ドキドキします、ね、このドキドキします必ず私毎学期聞いてます ね、はい、ね。なんですけれどもこのオノマトペを教わった後にですねまあ、私もそうですけど、ね、先生たちがこう SNS でねアウトプットできそうなイベントとかそういうことを探してみてはいかがでしょうか。私もそうだったんですけどねSNS でちょっと声かけ、ね、仲間がいるとこれやりやすいです、ね、パンデミックの間2年間でちょっといろんな人と知り合えたので私は声かけをしてこういうのありませんかねっていうふうにお話ししました。ね、そしたらちょうどオノマトペコンテンツありますよって言われたんでもうこれはと思ってやってみました、ね、もう問い合わせてみるっていうのもね一つの手です。皆さん何かこうやりたいことだったらこういうつながりを持ってるとねこうちょっと聞いてみたりとかねやらないとかね誘ってみたりとかもできますよ、ね、はい。これは授業する前にねこういう人を探しておくとすごく便利です。便利というかねやりやすいです。ベストですね。はい。で、この場合ですねオノマトペの時は私ちょうどそのオノマトペコンテストだったのでまあねコンテストって皆さんね大体学生さんって成績のいい学生さんとかねすごいこうコンテストに得意な学生さんがこう出るっていうイメージですよね。でだけど全員参加させたい、ね、それで聞いたら全員参加 OK ですっていうことでね全員参加しましたけれども学生もねまたね自信ないんですよね、うん、コンテストなんて私なんか出てもいいのかなとかね聞かれましたね。私なんて一回も出たことないのに、ね、成績良くないのにコンテスト出てもいいのかななんてねいう学生がいました、ね、ですけれども私はクラスアクティビティなので全員参加ですよということでねやってもらいましたけれどもこれがね面白いのがもう全員参加なのでねみんなもうこうもう決めてねこれ参加するんだっていう感じでね頑張っていましたね。で日本語で作り出す何かを日本語で作り出すってことですよね。そうするとあ結構面白いじゃんね作り出せる何か作り出せる新しいものね。それでみんな熱中するんですよ。それでですねまあコンテストですからいやベストいいものを作りたいって思いますよね皆さんね。なのでここでいいものを作ろうっていう考えね、を持つということとそれからこれ日本語オノマトペなので日本語で伝えたい、ね、優勝したいとかね賞をもらいたいって頑張るんですよ ね、 これね、はい。でですね、はい、そこで学生 この態度にも変化が起こりました、ね、自分が想像することとか思ったことを伝えようっていうふうに強く考える、ね、そうすると行動想像力が働きますよね。何か工夫しないとダメだな、ね、はい、そんな感じで作り出す力、ね、これが出てきます。で自分のベストを見てもらいたい、ね、コンテストですからね。そういう気持ちでいるとやっぱり伝えようというすごい力が出てきます、ね、私学生を見てほぼ全員そうでしたね。それからこれでいいんだろうかっていう疑問、ね、今までクラスで質問ありますかって聞いてもありませんとかって言ってた学生でもですよこれでいいんだろうかって疑問からね先生これ相談してもいいですか先生これ大丈夫ですか確認ですね。そういうことをすることになります自分から、ね、
私黙ってました。でも自分からです。はい。そこで私が見たのはこの向上心ですね。向上心を持つようになったというね。こう、結構こう、いい効果が出たなというふうに思います。で、やっぱりこれ自分から自然と事実学習をしているので、学習したことを忘れない。うん。そういう感じでしたね。はい。そこでですね、ポイントですけれども、大体こうです。はい。イベント、ワークショップ、セミナー、コンテストなど、授業で教えたことが実践できそうな環境、そういうのを選んであげてください。そしてですね、最初はちょっとね、学生さんたち、自分たちでやれるっていう人ね、割と少ないと思うんです。だから、先生がこっちを背中を押してあげる。やろうよ、ね。誘ってあげるとかね。それか私みたいに強制的に全員参加ですよって言ってね、全員参加させるとかね。はい、ちょっと背中を押してね、自信をつけさせるってことが大切ですね。で、だけども、すごくプレッシャー感じると逆効果なので、何かね、こう、あんまりこう、ルールに縛られない、自由な発想でできることを私はお勧めします。はい、それからですね、やっぱり私、学習者さん、学生といろいろ話をしていると、いろんなことね、趣味、ね、いろんなキャラクターの学生がいます。書くのが好きっていう学生いますね。まあ、ここに参加してる学生ですけど、小説書くのが好きなんですとかっていう人もいます。それから絵を書くのが好き、漫画、ね、漫画書くのが好きとかね。それからもうおしゃべりで話すの大好き、ね。はい、そんな人もいますし、歌うのが好き、ね。普段だんまりなんですけど、歌うのはもうすごいっていうね。そういうキャラクター、こういうのを日本語で活かせたら私はベストだと思います。もう要はね、通じることっていうのが大切ですね。伝わること。相手に気持ちが伝わることですかね。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。すみません。はい。はい。そうです。そうですね。相手に伝わることが大切ですね。伝わらなかったらもう頭の中に日本語があっても伝わらなかったら意味がないので、これをどうやってアウトプットに進めていくかということが大切になってきます。で、ここで私たちの日本語学習者応援プロジェクトですね。これ何してるの？皆さん多分思うと思います。これ新しいですからね。はい。こんな感じです。日本語学習者が日本語で幸せになれるように活動しています。ね。これはどういうことかというと、日本語でね、頑張ってこう、今まで勉強した日本語で何とか成功してもらいたいということですね。幸せになってもらいたい。ね。こういう気持ちが込められてます。それから日本語学習者が日本語で世界の人たちとつながることができるような活動を私たちはしています。なので、この国の日本語学習者だけじゃなくて、もう世界の人とつながってほしいんです。せっかくですからね。今はもう飛行機に乗ってね、会いに行かなくても、オンラインでこう会ったりとかね、おしゃべりすることができるので、ここで世界の人たちとつながって、同じ日本語学習者がつながってほしいなと思っております。それからに、SNS を活用した面白い活動教材、ね、R ジャパニーズの、提供と、それから学習者指導をしております。はい。ね、いろいろな、こう、ちょっとね、変わった教材を私たちは考えています。でですね、この間ですね、9月9日です。はい。ジャパンファンデーションのみんなの教材サイトにも掲載されました、実は。皆さんチェックしてみてください。はい。ここに、載ってますので、はい、これちょっと誰かシェアしてくれるかな、ね、お願いします。はい、チャットの方に入れてくださいね。はい、お願いします。ティダンさんいいかな。はい。で、これちょっと皆さん見てみてくださいね。面白いですから。ね、はい。ね、こんな感じで、はい、今月号ですね。R ジャパニーズの雑誌が出来上がってます。これ電子版もありますし、インドネシアではこういうふうにね、雑誌で出来上がっています。ね、結構面白いって好評です。インドネシアではね。はい、皆さんも電子版の方ぜひ見てみてください。面白いですよ。はい。じゃあ最後になりますけれども、はい、ここでインターンシップですね。2022年のインターンシップ。の受付を今回開始しました。で、これはエンターテインメントと日本語学習ですね。それから、オンダジョブトレーニングですね。はい、エンターテインメント実務を通して生きた日本、ね。エンターテインメントって皆さんね、やっぱり
伝えないと意味ないですよね。もう人の前に出て話す、人の前に出てこう表現するっていうね、そういうものですから、ね、生きた日本語、ね、伝える、伝わるを学ぶということができます。で、日本語学習者応援プロジェクトのインターンシッププログラム、はい、ここにサイトがありますので、じゃあ、チャットの方にこれは入れておきますので、ぜひ参加してください。で、これはですね、まあ、SNS を活用した教材やイベントを SNS の技術を使ってインターンシップ生と一緒に作り上げます。受け身じゃなくて本当にアウトプット中心なので、インターンシップ生も一緒に参加します。はい。それからあと2番目、これ大切ですよね。これは日本ではこれなくてはならないものですね。ほうれん草、ね、とそれからタイムマネジメント、はい、これは仕事をする上でとても大切です。これができないと仕事がこうスムーズに流れていかないですよね。はい、それからチームワークですね。ほうれん草はチームワークでもこれは本当に重要です。これができないとチームワークは崩れてしまいますよね。はい、それから書類作成、いろいろな書類作成ですね。企画書とかね、そういったことね、を社会人の基礎ですね。本当に社会人の基本を日本語スタッフ、日本人スタッフから学ぶことができます。で、私もそちらの方に参加しております。はい、それからミーティングですね。ミーティング。ミーティングは普段は日本語と英語でミーティングをしています。ね、最初ね、ミーティングにこう来た人は自信がないね、聞けるかな、どうかな、なんて言って言いましたけども、はい、自信がない学習者にはサポートがあります。で、特にインドネシアはね、インドネシア語のサポートがあります。でも大体、そうですね、日本語8割、英語2割かな、日本語9割、英語1割、ね、だんだんそんな感じになってきますけれども、難しい場合は英語で説明してくれる人がいるので、安心して、一緒にやってください、やりましょうですね。はい、そうするとですね、だんだん、だんだん、ね、最初はね、英語が多かったのに、だん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 日本語力がアップしていきます。なぜかというと、ミーティングの時にね、使う言葉って限られてますよね。で、ミーティングでやっぱりプレゼンテーションしなきゃいけないとかね、発言しなきゃいけないとなると、やっぱり自分で調べますよね。調べないと、後で発表できませんからね。で、だからそういうところで日本語力がアップします。もうこれは絶対です。はい。それでですね、まあ一つだけ注意ですね。一つだけ注意。頑張る力がない人は難しい職場です。はい。どうしてかというと、この1、2、3のことを全部やろうと思ったら厳しいです。はい。特に外国人の方ね、は、慣れてないっていう面で、やっぱりちょっと厳しい、なんですかね、お仕事になると思います。ね。別に、すごく怒られたというかそういうんじゃなくて、やっぱり慣れないことをやるっていうことでね、やっぱり慣れるまでは厳しいから。で、そこでやっぱり頑張る力っていうのがある子は伸びます。伸びます。でもそこで諦めてしまう人は難しいかもしれません。はい。OK。はい。じゃあ、私からは以上です。はい。じゃあ次、ティタンさんですね。ティタンさん、よろしくお願いします。うん、はい。ありがとうございます。ちょっとすみません。今、あれしますね。はい。いえいえ。はい。それでは私が学生側の感想を説明させていただきます。最初は参加する理由を3つにまとめてみました。はい、1番目は暇な時間を潰す。2番目、参加方法が簡単。SNS を使用しますから。そして3番目はみんなとつながる。これがチャレンジに参加した日本語学習者とつながることができます。新しい友達ができるし、本当に楽しくて面白いと思います。はい、これは大学生の時、オノマトペチャレンジに送った作品です。どうぞご覧ください。
コマがくるくる回る。くるくるオノマトペを使い、折り紙コマで見せました。こうすると、他の日本語学習者がくるくるオノマトペを使えるようになると思います。はい、しかし、くるくるは折り紙コマだけではありません。この動画のように、それぞれの状況にくるくるオノマトペを使う参加者がいました。どうぞご覧ください。はい、これは同じくオノマトペチャレンジに参加した友達の作品です。どうぞご覧ください。うわ、今日超暑いですね。喉がカラカラです。はい、次はこの作品です。はい、オノマトペチャレンジの作品はどれもシンプル動画でオノマトペの使い方をよく説明すると思います。はい、楽しかったところ、自由に表現することができます。オノマトペを自由に表現することができます。例えば、私の趣味が折り紙です。くるくるというオノマトペを折り紙で表現することができます。そして、楽しんで日本語を学べる。SNS を使うのが一番楽しいだと思います。オノマトペチャレンジは SNS を使用して参加できるチャレンジなので、他の参加者の作品を SNS で見られます。そこから他の参加者の作品を参考に、たくさんのオノマトペを学べます。そして大変なところ。はい、一番目はビデオ編集ですね。誰でもビデオ編集ができるわけではありません。動画編集アプリに慣れていない方の中には編集が難しい感じる方もいるかもしれません。でもこのチャレンジには参加するために動画を編集する必要はありません。ですから動画編集ができなくても心配はありません。はい、そしてオノマトペを見つけるのは難しい。はい、これはオノマトペに慣れていないから、どんなオノマトペを見せるのか少し混乱していました。しかし、実はすべてのものは音を持っています。例えば足音、ドアノックする音など、インスピレーションが多いです。また、ネットで検索したり、日本語の先生や友人に聞いたりすることができます。はい。まとめは、オノマトペチャレンジは、日本語学習者がオノマトペを理解するために参加するのにぴったりの活動です。なぜかというと、オノマトペがどのように使われているのか、日常活動での例を探しているからです。また、SNS を参加方法として使うことで、他の参加者の作品を見ることができたり、SNS をしながら学べるので楽しいと思います。はい、次はオノマトペチャレンジを紹介しようと思っています。はい、みんなで作るオノマトペ合成語辞典 YouTube フェリア開催中。応募方法はこちらです。1番はオノマトペを探す。2番目、短いビデオを作る。小さいですね。すみません。
3番目はインスタグラムにアップする。そしてアルジャパニス SMG をフォローしてハッシュタグ5オノマチャレンジタッグをつけます。そして10月10日締め切りです。また皆さんが授業で使えるように小アンサンプルを作ってみました。はい、こちらです。ダウンロードできますのでご自由にお使いください。詳しくはウェブサイトでご覧ください。はい、私から以上です。では皆さん、質疑応答になります。ご質問があればどうぞ。質問がありますか？はい、どうもありがとうございます、はい、とてもオノマトペの動画が楽しかったですそれで皆さんこの動画を作られるのに時間はどのぐらいかけられてるんでしょうか？どうでしょうかね、はい、さんどうですか？はい、そんなに、はい、質問ありがとうございました。そんなに時間がかかると思います。なぜかというと、その動画を作るとき自分の趣味をやってますから楽しいです。そしてただビデオを撮ったり50秒ぐらいかかります。わかりました。じゃあ、考えるのに少し時間がかかるぐらいで、実際撮るのはもう簡単っていうことですよね。はい、そうです。若い人はもう慣れてますもんね。はい、きっと最近の若者もよくインスタグラムを使いますので、きっと大丈夫だと思います。ありがとうございました。後ほど作品集のアンケートフォームと一緒にその情報のまとめも入れますので、今までの作品集の URL とかで、今130ぐらいあるのかな。バーッと見てるとおそらくもうパッと撮ったものと、その、ティタンさんなんかは折り紙を作ってコマを作ってるので、いわゆるそのコンテンツを作るのに時間がかかってて、多分動画を撮る自体は多分パッと撮って、あとテロップ入れたり編集なんか BGM 入れたりとかっていうのはもうすぐパパパッとこの子たち作っちゃいますので、そこは多分大丈夫だと思うんですよね。あとはいわゆるオノマトペのこれ教育指導でもあるので、いわゆるオノマトペを見つけるというか、見つけたのはいいけど、これ日本語で何て言うんですか先生っていうところの、いわゆる自分のお国の言葉の、オノマトペというか、そういう言葉だったらあれですけど、やっぱ日本語にするのが時間がかかるというか、それがいわゆる教育のところもあるのでというところでしょうかね。でもいろいろ作品をご覧いただくと分かると思いますけど、さまざまございます。ありがとうございました。はい、これです。来週日曜午前9時から多国籍日本語で交流会という交流会も主催しています。これは世界の日本語学習者が日本語でおしゃべりする交流会です。詳しくはホームページの URL を送ります。ぜひ学生さんをお誘いください。テーマは3つあります。それでは最後にアンケートのお知らせです。アリシャさん、サルフィアさん、お願いします。はい、アンケート感想フォームをチャットボックスに署名しました。皆さんぜひ感想をご記入いただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。こちらのアンケートフォームの方にですね、今日いろいろ話したり、いろんな情報、あんなことしてます、こんなことしてますといろいろお話ししましたけど、すべてまとめの情報が入っておりますので、また URL、ホームページ等でご覧ください。あと、さらに、このオノマトペのコンテストについても、同じようなコンテスト、ずっと、同じようなというか、SNS を使ったコンテストはいろんな10通り、12、3回やってたのかな。いろんなものホームページにも載ってますので、今日はオノマトペだけのご説明しましたけど、いろんな情報も、
ウェブサイトの方でご覧ください。あと、オノマトペのコンテストについても、一番多い声が、結局授業でどうやって使うのっていうのが一番多い声でして、それの教案サンプル、ちょっと私が作ったので、まだまだ足りないとこもありますけど、まあ、プロの方であれば、パッと見ればもうすぐわかる内容だと思います。その教案サンプルで、あとは自分のクラスとか学生のレベル、いろいろ加工してお使いいただければ、イメージが湧くかと思いますので、どうぞ。ダウンロード自由ですので、どうぞ。ここでもウェブサイトの方をご覧になってください。では、ちょっといろんな情報がありましたけど、お時間になりましたので、また次回お会いできればと思っております。それでは、ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様で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 した。